佐ノマリは、日本の踊る、チャランゴ奏者、シンガーソングライター、作曲家、作詞家、演奏家、演出家。愛知県瀬戸市出身。東院学園高等学校、東京女子体育短期、大学保健体育学科卒業。メキシコシティ在住。父親の海外駐在のため、幼少より、メキシコ、アルゼンチン、スペイン等で生活。アルゼンチン滞在時に、 ボリビア人を音楽教師、ノラヒルに出会い、10歳よりチャランゴを始める。チャランゴ、リコーダー、オカリナ、パーカッションを演奏、レコーディング、共演、音楽賞、表彰多数。ラテンアメリカを中心にグローバルに、世界各地で公演を継続、各国の文化に根ざす創作と、国際交流に基づく、活動の経緯から、日本大使館、エクアドル大使館、メキシコ大使館、 アルゼンチン大使館が講演。独自の楽曲と演奏スタイルで、南米各国のメディアで、フォルクローリ界のローリー・アンダーソンと紹介され、数多くのアーティストのアルバム制作や講演に参加。自身のアルバム、一番後ろから、パルケラティの音楽のは3作品の制作、他、微笑みの歌、広島のビジョン、ハチドリの歌など、映像作品制作にも携わっている。 幼少時メキシコのパラチオデベラズアーティス劇場で、アマリア・ハーニンズ民族舞踊団の演目、鹿の踊りを見て、鹿が舞台で亡くなってしまうことを悲しんで、いつか助けに戻ってくると約束。その後アルゼンチンで、チャランゴという楽器を演奏する音楽家ハイメトーレスの手に、ハチドリを見つけ、この二つの体験を踏まえ二十年以上の時を経て、自由、創造、友情のシンボル、 ハチドリをテーマに、チャランゴでのオリジナル楽曲、舞台美術として編集された映像、音響効果とともに、演奏と舞踊で物語が展開される、踊るチャランゴ、ハチドリのダンスを制作。アルゼンチンの5000人規模のフォルクローレフェスティバルで発表、好評を得て、南米各国で紹介される中、 ハチドリを国鳥としたウェクアドルで大きく育まれ、最終的に45年の経緯を経て、始まりのメキシコで、ハチドリのダンスと鹿の踊りの関わりを模索。メキシコ国立大学の現代アートを推進する由緒、ある文化施設カーザ・デル・ラゴにて鹿とハチドリの共演、完成に至った。ありがとうございます。